ベビースターラーメンは、おやつカンパニーが製造する、味付けフライ麺風のスナック菓子である。ラーメンだけでなく、ベビースターの名を冠した焼きそば、そば、うどん、パスタなどの麺類の味のスナック菓子やせんべいなど、別の形態のスナック菓子もあり、一つのブランドを築いている。通常の全国向け商品の他に、地域限定の商品もある。また、作りたてや限定商品などを販売する。 ベビースターランドがテーマ型商業施設横浜博覧館おやつファクトリー内に開設されている。米ちゃん引退を告知するポスター北海道向けの商品には有名ラーメン店の山東家、すみれの名と味をつけた商品がある。その他、駅売り店や高速道路のサービスエリアで売られている土産用の地域限定ベビースターもある。街のお菓子屋さん、おやつごろなど、 他社のブランドのシリーズ商品の中の一品としてベビースターラーメンを製造しているものもある。カップ麺のベビースターカップラーメンが全国で発売されていたこともある。CM には相川金也が出演していた。1987年頃に当時のシールブームにあやかり、シール付きカップラーメン、びっくりカップラーメンが新発売し、翌年にはファミコンブーム時代に 子供たちのカリスマ的存在となった高橋名人とのタイアップバージョンも登場した。ベビースターラーメンからはベビースターあたりラーメンも発売されていたが、1993年から発売された豚骨味が人気商品となり、豚麺として独立した。2016年にはエースコックと提携し、ベビースターラーメンウィッグチキン味が発売された。現在、日本以外に、 香港、台湾、中国大陸部、大韓民国、アメリカ合衆国、インドネシアでも販売されている。海外向けの商品は日本向けと味付けが異なるものが多い。香港では、関東語で、道母四天神麺という商品名で親しまれており、チキン味の他に、焼きそば味など多くの種類がある。台湾では中国語で、 特等も反省天心持ち、東丼もファンションディエンシンビン、特等も反省天心持ち、特等も反省天心、運平という商品名で販売されている。中国大陸では中国語で、イハオチーメン、ベイベインハオチーミエン、ビブキシンホウキミアン、海カイカイセイハオチーメン、バイバイ,セイコ光キツメンという商品名で販売されている。インドネシア語では、ミーベビースターという商品名になっている。 もんじゃ焼きや油そばなどの具としてベビースターラーメンを入れることがよく行われる。また、ふりかけとしても使用されることもある。クックパッドなどインターネット上の料理サイトにはベビースターラーメンを食材として使ったレシピが公開されている。料理本来の塩分量に加えて本製品の塩分が加わるため塩加減が必要にもなる。日本国内および海外で ベビースターラーメンと競合する類似のスナック菓子が販売されている。以下に主要なものをあげる。ありがとうございます。